どうも、はじめまして。ピコチャンネルのピコです。ボルダリング作っちゃいました。こんな感じですね。高さは3メーターぐらい。壁に2倍の木を打ち付けて、15ミリのベニヤで、その後にボルダリングのホールドをつけているという感じですね。実際に登ってみます。ちょっと下にマットがないんで、とりあえず布団をマット代わりにさせてもらいます。まだ一度も上まで行ったことがないんで、できるか挑戦してみます。登り方がちょっと よくわかりません。ちょっと登っただけでちょっと息が切れそうです。これ下見ると怖いですね。で、今ロフトにいます。上から見た時はこんな感じですね。結構怖いですよね。恐怖。ちょっと靴入って一回登ってみます。お、楽や。やっぱ靴履くと足が痛くないっす。よいしょ。行けたけど降りられへんで。どうやって降りよう。ジャンプ。降りれた。登りました。本当やったらここにロフトのはしごをかけて降りる予定やったんですけど、かけるのちょっと忘れてました。で、ちょっと上の方をちょっとせこい真似しちゃったっすね。この左の手すりのとこを使ってよじ登ったんで、ちょっとボルダリングとしては反則でしたけどね。一応登りました。初めて登りました。靴履いたら登れるんですね。足痛いっす。では今日はこれで終わります。ケツラケツラ。